いよいよ挑戦の舞台で戦えるんだっていうすごいワクワクした気持ちです。新しい壁を降りて、まあ、全く見えてないことも多いと思うんですけど、まあ、だから楽しみだなっていうところがあります。厳しい戦いになるとは思うんですけれども、どこかで楽しめないと、あのいいゲームできないし、あの見る人たちにその楽しみを与えられないと思うので、もちろん勝ちにこだわりながらもどういうサッカーをするかっていうのを追求していきたいです。攻撃的にいくその形を選手たちがグラウンドで表現する、まあ、シーズン通してその辺がどんどんあの変化、まあ、成長していくと思うので、残留することは最低限なので上を目指せるだけ目指して、まあ、一人だけ行けたらいいなと思います。しっかりと足元の技術が身になってつないでくるチームだなという印象ですし、まあ、J2 でも長く戦ってるんで、その J2 の戦い方っていうのもしっかりと知ってるチームだなという印象です。歴史的なゲームが本編を変わるので、みんなでこうワクワクしながらしっかりと自分たちのサッカーができるように、ピッチの上で、プレーしますので、たくさんの応援よろしくお願いします。我々1年間どういう風に戦うかという姿勢を楽しみにしたいと思っています、ぜひ開幕戦と1年を通してグラウンドで我々を応援していただければと思っています。よろしくお願いします。
そして我らチームを率いるは監督